紀元前400年の古代エジプト区首は現在の南エジプトと北スーダンにあたる北アフリカのヌビア地方を中心に繁栄した文明、区首テとも言う。最も早い時代にナエル川流域で発達した文明の一つである。クシュ人の国はエジプトの領域内への侵入の時期の後で発展した。クシュの文化は併存していた期間は短いが、 エジプト新王国と相互に影響を与え合っていた。なお、基本的に、スーダンのあたりを本拠地とした王国だが、古い時代の文献では、エジプト以南をエチオピアと呼んでいたので、クシュ人をエチオピア人と呼んでいる場合もある。最初の発達した社会が、エジプト第一王朝の時代頃ヌビアに現れた。クシュの国として知られている、最初の国はケルマ王国で、 紀元前2600年頃に起こり、ヌビアのすべてとエジプトの一部を支配した。文字資料が発見されていない上、エジプトの資料も滅多に言及していないので、これらの人々についてはほとんど知られていない。紀元前2500年頃、エジプトが南に移動し始めた。私たちの持つ区首に関する知識のほとんどは、エジプトの記録によっている。しかし、 エジプトの勢力拡大はエジプト中央国の凋落によって止まった。紀元前1500年頃エジプトの拡大は再び始まったが、この時は組織化された抵抗に遭遇した。エジプトは優勢で、この地域はトトメス一世の支配下に置かれ、植民地化された。トトメス一世の軍隊は、たくさんの堅固な要塞を築いた。駆種はエジプトに金や奴隷をはじめとする。 様々な資源を供給した。紀元前11世紀にエジプトでの内部構想により植民地支配が崩壊してヌビアのナパタに本拠地を置いた王国の独立運動が起こった。この王国は植民地の政権を転覆させた地元民によって支配された。エジプトの文化と技術の影響は、例えばピラミッドの建築や土着の神と同一視された。 エジプトの神々の崇拝などにはっきりと見ることができる。紀元前700年のクシュの最大勢力範囲、カシュタオとその次に即位したクシュ第3代目の OPO の下で王国の本拠地ナパタは繁栄した。PO は上、エジプトからナエルガーカリューへ進出、テーベやメンフィスなどを占領して、エジプトを征服し、エジプト第25王朝を建国した。紀元前671年に、 アッシリアが侵攻した時、クシュはエジプトから撤退した。紀元前591年プサメティクに成立世下のエジプトがクシュに侵攻した。おそらくクシュの支配者アスペルタがエジプトに侵攻する準備をしていたためでエジプトはすぐに撤退した。メロエのピラミッド上空写真アスペルタの後継者が彼らの首都をナパタよりずっとかなり南のメロエに持っていたのは記録から明らかだ。 セントの正確な日付は不確かだが、ある歴史家たちは、ヌビア南部へのエジプトの侵攻に対応して、アスペルタの統治期間中だと信じている。他の歴史家たちは王国を南にやったのは、鉄の鉱山の魅力だと信じている。メロエ周辺には、ナパタと違って、陽光炉を燃やすことができる大きな森がある。地域の至るところに、ギリシャ人商人が到達したことはまたくしがもはや、 ナイルソイの交易に依存しているのではなく、むしろ製品を東の航海へ輸出し、そしてギリシャ人が植民都市と交易していたことを意味する。他の学説によると、クシュはナパタを本拠とする国とメロエを本拠とする国に分かれていたが、その発展は関連していた。メロエは徐々に北のナパタを凌駕した。王室の立派な邸宅はメロエ北部で見つけられていない。 そしてナパタは宗教的指導者でしかなかったということはあり得る。しかしナパタで数世紀の間オートールがメロエに住んでいる時でさえも大幹式が行われオートールが埋葬されていたので確かに重要な中心地だった。紀元前300年頃王がナパタの代わりにメロエに埋葬され始めてからメロエへの戦闘はより完璧になった。ある学説はこのことは王がナパタに 本拠地を置いた神官たちの権力から離れたことを表しているとする。紀元前一世紀頃の歴史家であるシュケリアのディオドロスは神官たちによって自分自身を殺すよう命ぜられたが伝統を破って神官たちを代わりに死刑にさせたエルガメネスという名前のメロエの支配者について物語を語っている。ある歴史家たちはエルガメネスはアラカマーニというメロエに埋葬された。 最初の支配者のことを言っているのだと考えている。しかしながらもっとありそうなことに、エルガメネスの音訳は、あらかまにだ。彼は、長年統治した後王室の埋葬地をメロエに開いた、人物だ。他の学説に、首都は常にメロエだったというものもある。メロエのピラミッド区首は、数世紀続いたが、私たちはそれに関してほとんど情報を持っていない。 初期の駆使はエジプトのヒエログリフを使っていたのだが、メロエは新しい文字を発達させ、メロエ文字で文章を書き始めた。メロエ文字は未だに完全な判読はなされていない。国は近隣国との交易や遺跡や墓を作り続けながら繁栄し続けていたようだ。紀元前23年にローマ帝国のアイギプトゥス総督。 ガイウスペトロニウスポンティウスニグリナスがヌビアの南部エジプトへの攻撃に対してヌビアに侵攻した。侵攻はその地域の北部を略奪しながら北へ帰還する前期元前22年にナパタを任した。クシュの衰退は物議を醸している。ネロテの治政下で外交施設がメロエを旅している。紀元2世紀後、王室の墓は規模と豪華さに関して縮小し始めていて、 そして大きな遺跡の建築は取りやめられたようである。王室のピラミッドの埋葬もまた期限4世紀半ばには終わった。考古学上の記録は未知の集団あるいはバラナ文化として知られている新しい社会への文化的変化を示している。このことは、西暦350年頃エチオピアのアクスムからのエザナ王の信仰によって王国が破壊されたという。 伝統的な学説とほとんど一致する。しかしながら、エチオピアの文書では彼らが、すでに支配していた土地の反乱を鎮圧したことを描写しているが、ヌバのことを述べているのみで、メロへの支配者については何も言及していない。したがって、多くの歴史家の学説はこれらのヌバは、ローマが呼ぶところのノバタへと同じ住民であるとする。 ストラボンはローマ帝国が西暦272年に北部ヌビアを引き倒した時彼らはノバタエを権力の空白を埋めるために招待したと報告している。他の重要な要素はビジャー人の祖先であると考えられているビリミー人たちである。彼らは砂漠の戦士ローマの領地を脅かしてそのためにもっと防御できるような境界へのローマの撤退を引き起こした。 紀元4世紀の終わりに、彼らは、なんとか、ヌビア王国南部のカラダシャー地域のあたりの、ナイルガー流域の一部を支配していた。6世紀までにかつてメロエによって支配されていた地域に、新しい国が作られた。それは、ほとんど確かに、ノバタイという国が、ノバティアという国に進化したもののようで、そしてまた、バラナ文化の影響下にあって、他に2つの新しい国がその地域に起こった。 すなわちマクリアとアロディアで非常に似ていた。一方で西暦450年頃、ヌビア王国の王によってベジャは砂漠に追放された。これらの新しいヌビア王国は駆種から多くのものを受け継いでいたが、また非常に異なってもいた。彼らはコヌビア語を話し、コプト語の元になった文字を使っていた。つまり、メロエ語とメロエ文字は完全に失われたようである。 メロエに置き換えられたヌビア王国の起源は不確かである。それらは西から来て彼らの文化と言語を入植した人々たちに征服と威圧した遊牧民の侵入者かもしれない。ノバタエは実のところ土着の人たちで、そして数世紀の間メロエの指導者に支配されていた地域であるがパタの現地人であると。そしてノバタエという言葉は直接に、 ナパタという語を指すのだと PLC2 は推測している。初めてクシュの名前が出てくるのは、創世紀の第二章十三節、第二のは、ギーホンといい、クシュ全土をめぐる。だが、時系列的には遡っての使用という形で、名前の由来としては、第十章六節のハムの息子たちの名前を挙げる中に、クシュという息子がいて、彼が植民した土地が、海祖の名前を取って、 クシュと呼ばれるようになったとされる。これ以後の地名としては、基本的にエジプトの隣国として出てくるが、モーセの妻にクシュ人の女性がいたと、民数記の第12章一節にあるが、ここまでの説明で、モーセの妻に該当するのが、ミディアン人のチッポらしかいないことから、こういった地域もクシュの範囲に入っていたという説もある。考古学者オギュスト・マリエット・ゲ案ンをもとに、 ジュゼッペ・ヴェルディが作曲したオペラ、アイーダに登場し、エジプトと敵対する国として描かれているエチオピアの実際のモデルになっているのは、クショウ国である。主人公、アイーダの父で、エチオピア王のアモナスロは、前3世紀のクショウアマニスロがモデルとなっている。ありがとうございます。